隠れてカーボンが来るところに振った。おーい、うち、いやー、いいや、うち二人とも。だけどカーボンもよく反応したよ。はい、どうも、おなぎです。前回は初心者対初心者のタイマンをしてもらったんですけど、今回はその二人が協力してうなぎ一人対初心者二人のタイマンって言わないけど、タイマンって言わないけど、あの戦いをしていきたいなと思います。武器はもうぶっちゃけ何でもいいと思ったんですけど、まあ、一応初心に戻って若葉？武器をさ、選びたいんだけど、前回ね、あの初心者の子たちがね、ローラー使ってたのよ。今回は俺がローラー使って、みんなローラーで戦おうかなという思いで、ローラー使います。はい、間違えしました。工具倉庫タイマンバトルよろしくお願いいたします。まあ、タイマンとは言わないんですけど、2対1ですね。あ、ほら、ローラーだ。2人ともローラー使いだ。俺はローラーあんま使ってこなかったな。今まではやっぱシューターが多かったかな。ローラーも使うんですけどね、なんか楽しくて使っちゃったり、あとチャージャーも楽しく使っちゃったりするんですけど。おお、もう来てる。うわー、当たった。やばい待って、痛い。二人どうやっていくんだろうと、組んでいくんのかな。コロコロしてる。で、コロコロしてる。やばい、スーパーチャクチだ。スーパーチャクチだ、待って。やばい、やばい、やばい、やばい。俺のこと追ってるな。ちょ、いや、やばい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 。引かれる、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 引かれる。引かれる、引かれる。カーボンも来てる、カーボンも来てる、カーボンも来てる。よし、これ、引いて。よし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 。一旦引いて。一旦引いて。危ね、危ね、危ね。いや、これボムラッシュ来るでしょ。ローラーの方は今倒したぞ。引いたぞ。俺の得意技、コロコロ。俺の得意技、コロコロで、とりあえず倒したけど。これの場所わかんのかな？これ俺、場所わかってるか？相手。見破られてないんじゃない？ああ、ああ、いたびっくりした。え、ここにいた。今のはやばい。めっちゃびっくりした。急だった。うわあ、やっぱ二人だと、そっか、急に現れたりもするよな。気をつけないとな、次。上から。上、あ、やべ、あ、やべ、やべ、なんか全部当たっちゃったかも、今。一旦スーパー着地使っとこうかな。はい。お、これはかわされた。あっちも使う。うわー。お、なんか引いたぞ。これ、コロコロ。得意のコロコロで来ました。これも得意なコロコロでしっかりと引いたぞ。振らないで、俺、コロコロで行こうかな、今日は。もうコロコロで行きますわ。もう本当にコロコロにね、自信がありまして。やべやべ、助けて助けて。よくあの動画でもね、コロコロしてるんですよ。あ、やべ。いやーこれは振られてしまった。強い。やっぱ振るの強い。二人やるな。やるな、本当に。やっぱヤグラ逃れてる。待って、ヤグラ逃れてる。飛び移るわ。ほら。あ、待って、降りた。待って、逃げた。くっそ。あ、これ、切る、切る、切る。ボムラ中に。中に追いかけて。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おいしょ。よしよしよし。まず一人倒して、もう一人ローラーこっちか？あー、嘘。これはやられてしまった。そういえば前にさ、俺、友達の秋元ってやつ3対1で、初心者だい。3対1で秋元と戦わしたわ。それと比べると2人って少ない方だよね。とは思うんですけど。よし、これ引いた。やばい、やばい、やばい、危な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 い。危なかった、今。これ一旦矢倉乗って。上から降りる。あ、これは警戒されてるな。やばい、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 ローラーがいた。ローラーいたわ。すごい塗られてるじゃん。そうだ、カーリングボム使ってみようかな。あ、当たった。はい。どう？ほい。いや、後ろから来てる。待って、危ない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 。カーリング、はい。お、いい感じに当たっていく。
なんか、昔ボーリングのミニゲームやったけど、こんな感じでしたね。あ！倒した！カーリング倒した！ひだ！これは俺がしっかりと倒したぞ！敵陣地行っちゃう。先陣突破じゃん。くらえ。おお、すり抜けた。うわぁ！ぐちゃぐちゃだ。次ね、対マンじゃなくて2対1のガチアサリで戦っていきたいと思います。はい、マッチングしました。天美術大学ガチアサリです。よろしくお願いします。で、今回ガチアサリなんですけど、対マンじゃなくて、アサリのカウントを0にしたら勝ちっていう、普通のスプラトゥーンのルールで戦っていきたいなと思います。ちなみに一人なので、アサリ集めて入れに行くのって結構、一人だと大変になってしまうので、なんかいい感じかなと。2対1ですごいいい感じかなと思いました。これは、相手は集めてんのかな？先に10個集めるのどっちかみたいな。俺集まったわ。これ入れていいですかね？あ、待って、あっちも入れてる。どっちが早い？あ！ごめんね。ごめんね。はい。ごめんね。で、二人ごめんね。帰ってきてる。すまない。お、やばい。最後1個入れとこ。おっと。危ない。ここにもね、1個あるの、ここにも。ほい。ここにも1個ある。ごめんね。あれ、なんかしてるぞ。なんか自分のチームのアサリを入れようとしてるよ。え、びっくり。よし、結構入れた。今ね、1人で結構入れられた。1人でアサリは、マジで大変だぞ。やべ、来てる。来ないで。マジで来ないで。ダメ。さすがに、それ入れてほしくない。入っちゃったよ！やめだ。来ないで。入れないで。やだ。ああ、入れたか。ふっ。これ五分五分の戦いじゃないか。うわあ、危ない。十個にして、今度は俺が入れに行こう。あ、待って、相手が早い。ごめん。あ、当たんない。ごめん。くそー、入れられた。ちくしょう。わかってるルールを。よし。なに、なぜいる、そんなところに。入れに行こう。ほい。入れたぞ。で、こっから、一人で、アサリを連れて、入れに行かなくてはいけないんだよ。あー、ダメだ。入らなかった。しかもやられた。あ、しかもアサリ取られた。うわー、待って、アサリが。なにこれ、難しい。やめて。よし、危ねえ。これで入れよう。待って、でも、後ろから来てるな。うわー、これやばい。でも、10個入れれそう。10個入れた。どうだ。でも、こっからね、俺探さなきゃいけないからね。あー、時間ない。よし、リードした。これリードした。よし。あ、でもこれはもう入れられないから、守ろう。守りに行こう。で、なんか待ってるんだけど、この人たち。ちょ、待って。めっちゃ入れてるんだけど。ちょっと！そんな入れないでよ。と、7個。なんでルールを知ってるんだ、初心者なのに。あと27個で俺負けちゃう。負けたくないよ。入れに行こう。でっかいの入れて、で、今のうちに、アサリをもう一回。おー、チャンス、ここに湧いたぞ。目の前にあるのに。ここに目の前にいっぱいあるのに。ほいっと。ほい。で、アサリを入れて、つなげて。お、これチャンス。1、2。お、リードした！あと1だよ！あと1だよ！いいのか？いいのか？ちょっと待って、入れる気まんま！入れる気まんま！ちょっと！あははは、すごい！